白金っちチャンネルへようこそ。こんにちは。今回の動画は、今冬越し真っ最中、金魚どうしているかちょっと心配で、この日1月14日朝からすごく冷えて前の道路凍結していました。寒いはずです。このビニールハウス中の金魚たち、様子をちょっと覗いてみましょう。一応テープで貼ってあります。ではテープを剥がしていきますよ。作りは簡単なんですけど、主人がせっかく作ってくれましたからね、ありがとう父さん。このビニールハウス、今回で2回目冬越しに使っています。わお、ずいぶん役に立っていますよ。ではオープン。中のプチプチも取りますね。このプチプチあるだけでも違うと思います。風も通しません。去年ホームセンターでこのプチプチ5メートルぐらい買いましたかね。次に中の蓋取りますよ。コストコのお寿司の容器を使っています。中のお水凍っていませんね。お魚たちじーっとしています。静止画像みたいですね。右側が卵中たち。左側がコメットたちがいます。本当にじーっとしていますね。水温は 1.7 度ですね。画像的にはちょっと見づらいかな。スマホを近づけて少し見やすいですかね。卵中が5匹とコメット2匹ここにいます。エアーもちゃんと出ていますよ。エアーは少なめに調整してあります。ここもね、ここコメットたちちゃんとエアー出てますね。よかったよかった。金魚たち葉っぱの下に隠れていますよ。あ、見えましたね。また隠れちゃいましたね。水草ちょっと片付けてみますね。あ、はい、少し拡大しました。見えましたね。元気そうですね。ちょっと育っていますね。まだ色も出てない子もいますけど、見てると変な動きないみたいだから、今のところ冬越し中止はないみたいですね。去年は獅子頭たちが冬越し中止の子たちが何匹かいましたね。1匹だけ主分菌みたいな子がいるんです。主分菌じゃないかなと思うんだけど、この子たちは去年の11月の終わりぐらいから餌切りしてるんですよ。3月まで頑張ってくれるかな。今年の春にはまたちょっと変わってるでしょうね。楽しみです。この子もコメット一番大きな子です。卵中たちと一緒に過ごしているんですよ。卵中さんたち1ヶ月ぶりに見ると
なんか大きくなったような気がします。丸々としてきたような気がしますね。冬眠する時より今の方が育ってるような気がするんですよ。なんだかプリプリしていますね。この卵球は白が多い子ですね。あ、はっきり見えましたね。お、大きな糞が、長い糞が見えてます。何か食べてるんです。コケ食べてるんでしょうね。やっぱりコケはつけていないとダメなんですよね。金魚ちゃんたちのおやつになりますから。ではそろそろ蓋をしましょうかね。冬眠の邪魔しちゃったから水草元に戻して。まだまだ寒いけど、一番寒い2月がやってきます。頑張ってね。ではまた眠っていただきましょう。風が入らないようにしっかり蓋をしてくださいね。ではちょっとの間お待ちください。テープを貼り直しましょうかね。できたかな。中の方はよし。あとは外側をきれいにしっかりテープつけてお願いしますよ。冬越しはまだまだ続きますから。またテープが剥がれそうなとこは新しいテープをつけていきます。上と下のつなぎ目、そこもしっかりテープを貼らないと、この辺にエアの調整するとこがあるんです。だからそこをもうちょっときれいにテープを貼っていきます。ここは玄関。この日は寒かった。本当に寒かったんですよ。ドアの鍵も開かなくて、ドア凍っていました。鍵も凍って回らないんですよ。だから濡れたタオルでちょっと周りを濡らして氷を溶かしました。それでやっと玄関開きました。外に出てきましたよ。金魚大丈夫かな。外に置いてあるバケツの水、氷、張っていました。いやー、冷たい。氷もね、まあまあ分厚い氷でしたよ。星見ると氷、綺麗ですね。では、早速ビニールカーテン開けてみましょう。ここには獅子頭たちが眠っています。ではちょっとお待ちください。ビニールカーテンすぐ開けますからね。このプチプチのビニールが周り囲ってあるだけでも風通しませんよね。はい、見てください。見ましたよ。
氷も張っていません。よかったな。ここもみんなじーっとしていますね。スローな時間です。本当元気そうですね。安心しました。この辺に糞がねいっぱいしてあるんです。この子たちも苔を食べていたんですね。ここは案外と苔いっぱい残ってますよ。この容器は最後の水替えの時にそんなにしっかり洗わなかったんです。苔を残すように洗っていましたので良かったです。やっぱし苔を食べていたんだな、この子たちも。ここにはコメットが1匹いるんですけど、コメットの尻尾長くなりました。コメットらしくなりましたね。ちょっと変わってますかね。ね、ここに赤い丸いのがポツンとあるだけで、この容器の金魚たちは今さっきのコメットの子供たちより1年早い子たちなんですよ。だから今回は2回目の冬越しなんです。少し水草が見えてるでしょう。この水草も緑緑していますね。やっぱしプチプチのビニールで囲っているからこの緑も保てるのかな。はい、今度はメダカたちです。玄関の外に置いてあります。ちょっとメダカたちの様子を見てみましょう。ではビニールを剥がしていきますね。ここは水凍っていました。氷がね、氷が張っていましたね。氷をちょっと取っていきます。ここはプチプチのビニールを全体的にかぶしていませんでしたね。だから凍ったんじゃないでしょうか。やっぱり周りも全部囲わなきゃいけませんね。メダカたちは大丈夫でしたよ。ずいぶん下の方に隠れていました。下の方ネットになっているんですけど、ネットの下に隠れていましたね。このプチプチのビニール、ちょっとやり方がまずかったですね。あとでもうちょっとプチプチのビニールをしっかりかぶせてカバーしていきたいと思います。でもまあメダカさんどうもなくてよかったです。はい、今回の動画はどうでしたか。ご意見ご感想お聞かせくださいね。またいつでも遊びに来てください。待ってますよ。まだまだ寒さ続きます。皆様お風邪お気をつけくださいね。ではこの辺でバイバーイ。